航空戦士強化の全国運動に先駆けて東京市航空青少年隊結成式が10月4日日比谷新音楽堂で挙行されました。国民学校児童青年学校生徒ら1万名をもって作られた35の編隊に今井東京市教育局長から輝く大旗がそれぞれ授与されました。先生、我ら大日本航空青少年隊員は朝鮮陸力航空青春を定例し、主を開き、義を練り、航空報告の誠をいたし、よって、日本に報いたてまつらんことを聞く。天皇陛下、万歳。